首位広島に3ゲーム差となった中日、今日は中4日で野口をマウンドに送ります。その野口、2回、関川にツーベースヒットを打たれ、ノーアウト3塁2塁のピンチを迎えます。ワンアウト後、ピッチャーの川内にボールが高く弾む間に三塁ランナーの平尾がホームインし、中日今日も先取点を許します。1番に帰って和田、センター増田のダイビングキャッチも及ばず、阪神がこの回2点を先制します。阪神先発川尻の変化球にチャンスすら作れなかった中日は6回、増田と代打川又の連続ヒットでノーアウト2塁1塁のチャンスをつかみます。このあとワンアウト3塁1塁となったところで星野監督、今日2番に入った樋口にスクイズを命じます。しかしこれを樋口が空振り、1点を取りに行った星野監督の作戦も実りません。絶好のチャンスを逃した中日、その裏2人目の落合が先頭の平尾にホームランを打たれ、痛い追加点を許します。5対0となった中日も終盤3点を返す位置を見せたものの、最下位阪神相手によもやの連敗、逆転優勝の夢は遠くなりました。超体制で臨みます。ソロジャイアンツは1回、4番マックがヒットでつないで2アウト2塁1塁とタイガース先発のヤブを攻めます。ここで清水がバットの先っぽだったというもののセンター前に落ちるタイムリーを放って先制すると、続く後藤もフォークをうまくミートして三遊間へ。セカンドランナーのマックが俊足を飛ばしてホームを陥れ2点目を加えます。さらに元木も左中間を破る2点タイムリーツーベースを放ち、2アウトからの4連打で一挙4点と斉藤正樹にビッグなプレゼントを送ります。その斉藤は立ち上がりいきなりフォアボールを与えましたが、和田をナイスフィールディングでダブルプレーに打ち取ります。このダブルプレーで助かったという斉藤は2回以降ランナーは出すもののキレのあるボールでタイガースに得点を許しません。一方ジャイアンツは5回、ワンアウト2塁1塁で松井はショートゴロ、ダブルプレーかと思われましたがセカンド平尾が悪送球、ジャイアンツにとってはラッキーな追加点で5対0とリードが広がります。斉藤は後半もスピード、キレともに衰えず三塁を踏ませないナイスピッチング、タイガース打線をヒット4本に抑え、今シーズン3度目の完封でハーラートップに並ぶ14勝目。エースの好投に長嶋監督も今日は楽な試合だったとご機嫌でした。先発は中6日で牧原、ピッチャーの出来が勝敗を左右するジャイアンツだけに注目されましたが、2回2アウト3塁1塁のピンチを迎えるとピッチャーの湯船に1・2塁間を破られ、タイガースに先制点を許してしまいます。牧原は3回も2アウトランナー3塁で関川に頭を起こされ、これがタイムリー内野安打となって2対0。嫌な点の取られ方に長嶋監督も渋いそうです。牧原リズムに乗れません。しかしジャイアンツは4回、ノーアウトランナー1塁2塁と反撃、ここでタイガース先発の湯船がワイルドピッチ、セカンドランナーが3塁に進んでチャンスが拡大すると、松井はスライダーをうまくミートして1・2塁間を真っ二つ、1点差に追い上げます。さらに長嶋監督が落合の怪我の後4番に指名したシェーン・マック、ゆっくりタイミングを取ったというマックは湯船のスライダーをハードヒット、メジャーリーガーのパワーで弾き返されたボールはバックスクリーンに飛び込む19号を逆転スリーラン。ミスターの期待に見事応えたマックの一発でジャイアンツがゲームをひっくり返します。味方の援護をもらった牧原は決め球のフォークが冴え、3回までとは見違えるようなピッチング、4回以降フォークで4つの三振を奪い、タイガース打線を内野安打1本とほぼ完璧に抑えます。8回からはサウスポーの河野がリリーフして2イニングを0点に抑え、4対2でゲームをものにしたジャイアンツは連勝。これからも苦しい戦いが続きますよと言いながらも長嶋監督は笑顔でした。社側の通告に納得しませんで、話し合いは今も続いています。9時間半、そして今日にもまたがる2日がかりの藤田監督の解任騒動、ようやく今日決着がついております。球団からの契約解除通告を拒否した藤田監督、昨日深夜までの会談もやめるやめないの結論は出ませんでした。話し合いを続けておりまして、その話し合いはまだ続行中でございます。
そして仕切り直しとなった今日午後、改めて藤田監督と午前中オーナーとの会談を終えた三好球団社長との話し合いが行われ、ようやく両者合意となりました。昨日もちょっと申しましたけれど、契約は今期限りということでございます。とにかく現場の指揮は、藤田監督はもう取らないで、柴田大吾が取ると、そういう実態になります。タイガースではこの後のフロント一新は予定がなく、新監督の人選が最優先で行われることになります。監督自身は初経験だし仕方がないかなと思います。いや、毎度のことなんで別に気にせず、早い話は身売りすればいいんだけど、やっぱタイガー阪神っていう名前にもいろいろ愛着あるし、阪神の常識は球界の非常識っていう言葉があるかどうかわかんないけど、応援するとしたら絶望しながら応援する、あるいは呆れながら応援する、苦笑いしながら応援する、とそういう非常に屈折した応援の仕方でしか阪神との付き合いはないですね。とりあえずカンフル剤としてね、声のでかい監督ね、それから柄の悪い監督、現場監督みたいな感じね、野球監督というよりも現場監督の体質、川藤ですよ、例えば。ああいうのが来てね、とりあえず笑わせてくれる、面白いなと思わせてくれる、元気が出ると。クレバーのタイプのちまちました内野手タイプっていうのは今阪神にはダメですね。ますます暗くなって。監督クレバーでも選手クレバーじゃないですからね、これどうしようもないんですよ。例えば藤田監督が監督を来た時に、それなりの要望があったと思うんですよ。例えば外人問題であり、トレードであり、そういうものを、じゃあどれだけ親会社なり、フロントがバックアップしたかといいますと大変疑問ですよね。実際そうじゃない、もうこれはもうファンの方もうたくさんもう分かってられると思うんですよね。全て1年の公式戦が終わって初めてダメだったという形が一番ベストじゃないですかね。歴史は繰り返されると言いますけどね、こういう悪い部分は繰り返されたくないですよね。というわけで、今日を含めてタイガース今シーズン13試合あるんですが、藤田監督はいなくなりまして、柴田コーチが代理に指揮を取ることになったんですが、そのタイガース今日は5位のベイスターズと対戦です。この一戦にタイガースが勝ちますと4月24日以来の5位浮上ということは、4月25日からずっと6位だったっていうことなんですが、当然今回の騒動、コーチや選手たちも気にかけておりました。社会人として、社会人としてその常識ある行動をですね、やってもらえばやっていこうじゃないかということだけは言いました。結構やっぱりみんな選手も気にしてたようで、いろいろ新聞等で見てましたので、みんなそれぞれ思ってることあると思います。いろいろな思いがありますが、とにかく再開からの脱出を図るタイガース。先制点を奪ったところまではよかったんですが、2回爪の甘いバント守備でみすみすピンチを広げると、この後あっさりと同点、さらにピッチャーの関口にまで逆転のタイムリーを許してしまうなど、いいところなしの3失点。先発の船木は今のタイガースを象徴するような不安定な内容で、わずか2回でマウンドを降りてしまいます。こうなるとタイガースはもうボロボロ。3番手の古溝は押し出しのデッドボールで追加点を献上。前半で6対1となると集中力もどこか彼方へ。5番手井上が打ってくださいと言わんばかりのコースに投げると、案の定打球はスタンドへ一直線。ファンもたまらずご覧の光景をするも、思いは届かず8対1でタイガース惨敗です。